ジブラルタル海峡。ジブラルタル海峡はヨーロッパ大陸とアフリカ大陸を隔てる海峡。ジブラルタル海峡。左手前がヨーロッパ大陸、右奥がアフリカ大陸。ジブラルタル海峡は、北はイベリア半島のスペイン、およびイギリス領ジブラルタル。南はモロッコであり、西の大西洋と東の地中海をつなぐ、ベイり口としても軍事上。 海上交通上、古代から現代に至り、極めて重要な位置を占めてきた。東は、アルゴラン海に接する。幅は、イベリア半島最南端のタリファ岬から、モロッコのアルカサルエセリルまでが、最も狭く 14km、西端のトラファル川岬スパルテル岬の間が、最も広く 45km となる。水深は、スパルテル、岬沖が、 最も浅く345メートル、ジブラルタルセウタ間が最も深く942メートルとなる。西から東毎時4キロメートルの表面上流があり、塩分濃度の濃い反対流が下層にある。地中海側の両岸の岩山は古代よりヘラクレスの柱として知られてきた。ゲルマン民族の大移動、ハンニバルの信仰、ウマイヤ朝の支配、イギリスの植民地化など、 イニシエから戦略的に重要な位置づけにあった。現在、北岸のジブラルタルには、イギリス軍が、南岸のセウタには、スペイン軍が駐屯し、それぞれは軍港として機能している。現代においては、麻薬密輸ルートとしての機能が指摘されている。2003年以降、この海峡の底を通るジブラルタルトンネルが、計画中である。 国際水路機関はジブラルタル海峡の範囲を次のように定義している。かつて地中海と大西洋は現在のジブラルタル海峡の北側もしくは南側で連絡しており、ジブラルタル海峡の一帯は陸地であった。約600万年前、何らかの変化により、領海の連絡ができなくなり、地中海の塩固化が進んだ。それが三十三万年前に解消された際に、 一番定地であった場所がジブラルタル海峡であると考えられている。ありがとうございます。